どうも、大輝です。今日はですが、ガンダムベースについに行ってまいりました。以前から行きたいって言ってて、ちょっとお友達二人とも日程があって連れて行っていただきました。そこで気に入ったもの一つ購入してきました。それがこちら、ガンダムベース限定のガンダムマーク2ですね。こちら購入しました。完成品がですね、展示されてまして、めちゃくちゃかっこよかったんですよ。自分もあんな風に作ってみたいなと思って、もうこれに決定しましたね。色合いもですね、あの試作機みたいな感じな、まあここから色をつけていくんだよみたいな、塗装とかも楽しめそうなラモとなってるんで、こちら買いました。そしてですね、お友達がですね、僕がベイブレード好きだっていうことを知ってて、これプレゼントしてくれました。コロコロコミック限定の付録ですね。ドランソードのメタルコートブルーかな、こちらをですね、プレゼントしてくれました。そしてですね、ちょっと一つ、こちらプレゼントしてくれたお友達、大日本定食さんって言うんですけども、今年の8月14日の東京の新宿の方でですね、第2次特撮スパロボモンスターズっていう大きなイベントの司会ですね、トークショーの司会をですね、任されることになったということで紹介したいなと思います。っていうのも、その大日本定食さんっていうのは主に TikTok の方でですね、活動されている方でして、ロボットだったり特撮だったりめちゃくちゃ好きなんですよ。多くのですね、芸能人俳優さん見てる方からしても、この大日本定食さんトーク力がすごいらしくって、そして何よりですね、大日本定食さんがいるだけで空気がめちゃくちゃ変わる、そういった感じな方なんですよ。その方がですね、まさかの司会をされるということで、めちゃくちゃトークショーが楽しみ。そして出演者なんですけども、もう出演される方の一覧が出てまして、僕も何度かお会いしてお世話になっている方もいますので、ちょっとご紹介できたらなと思ってます。まずはですね、大日本定食さんと一緒にトークショーの司会をされます、箕浦さんって方ですね。この方ですけども、京都の方で、誰かんち、ラボ空き地というお店の2店舗を経営されている方ですね。この方もですね、トーク力すごいんですよ。というか話題をいろいろ持ってまして、その方とですね、大日本定食さんがタッグを組んで司会をするということです。で、普段からですね、人当たりもよく、みんなからも好かれてる方なんで、豪華なゲストを巻き込んで、どんな楽しいトークショーを広げてくれるのかっていうところが、ちょっと僕楽しみですね。そしてですね、DJ さんの方なんですけどもね、マイケルさんっていう夜の本気ダンスのね、方なんですけども、この方も普段からちょっとお世話になってお話しさせていただく機会もあるんですけども、イベントではめちゃくちゃお客さんを楽しませてくれるようなパフォーマンスしてくれるんですよ。そして何より特撮めちゃくちゃ好きで、コスプレでお客さんを沸かしてくれたりもしますし、トークでも沸かしてくれるんで、ぜひともこの方の演出も楽しみにしていただけたらなと思ってます。そしてショータイムの方なんですけども、シンガロンパレードのミッチーさんって方ですね。名前ちょっとあんまりピンとこなかったら、歌えるんじゃやったらわかるんかな。僕は歌えるんじゃのあの大ファンです。この方の歌えるんじゃ賞はめちゃくちゃ面白いです。DVD でも出したらいいんちゃうかなと思うようなクオリティの賞なんで、多分特撮が好きな方は絶対刺さるんで、めっちゃ楽しみにしておいてください。今回どんな賞をしてくれるかわかんないんですけど、はい。毎回楽しいです。他にもですね、名前見たことある方めちゃくちゃいるんですけども、今言った方が、僕が普段からお世話になってるお話したことのあるメンバーなんで、紹介はここまでなんですけども、主催のケンタロックさんって方ですね。この方ですけども、すごく熱い方って言うんですかね。人間味がある、人情がある、人と人とのつながりをすごく大切にされる方でして、豪華なメンバーですね、出演者集めれる時点ですごい方なんで、多分こういったまあイベント系って一人で行くと、ちょっと寂しかったりもするかもしれないんですけども、この方がね、いるのであれば、多分一人になるようなことはないかなと思います。帰ることにはみんな仲良し、みんな仲良く楽しめてると思うようなイベントにしてくれると思うんで、ちょっと一人で行くのを不安がってる方、一歩留まってる方、ぜひ参加してみてはと思います。はい。というわけでですね、以上で第2次特撮スパロボモンスターズの紹介終わります。詳しいことは概要欄に、記載しております。で、現在ですけども、E プラスの方にてチケット販売中ということなんで、興味がある方、足を運んでみてはと思います。特撮やったりロボットが大好きな方だったら絶対刺さると思うんで、行ってみてください。お願いします。では、今回の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。